エチレンへの塩素の不可不可反応とは、多重結合が、回列し、それぞれの端が別の原子団と、新たな単結合を生成する反応である。大きく分けて、アルケンのブロモ化を代表とする旧電子付加反応と、カルボニルとグリニャール主役との反応を代表とする、嗅覚付加反応に区分されるが、この他に非極性付加反応のラジカル負荷がある。炭素化合物では、 三重結合で最も起きやすく、二重結合がそれに次ぐ。これは、三重結合の結合エンタルピーが小さいためである。付加反応の生成物は、負荷体と呼ばれる。反応機構的には二重結合のパイ電子に、カチオン種が付加し、次で生成したカルボカチオンを、アニオン種が攻撃して、負荷反応が集結する。生成物の立体科学的考察より多くの場合、 二重結合平面に対して、カチオン種とアニオン種がトランス方向から孵化することが確認されており、繊維状態は非古典式カルボカチオンを経由していると考えられている。また反応によっては古典式カルボカチオンを経由している場合もある。旧電子的孵化反応の生成する異性体に関して、マルコフニコフ則とザイツフワグナー則が知られている。 両者とも実験からの経験則で次に示す。これらの法則は繊維状態のカルボカチオンのうち、地間機の愛好家によりデルタの電化が安定化される方に X マイナスが攻撃するためであると理解されている。カルボカチオンの安定化は方向感による共鳴、水素原子による調教薬によっても引き起こされる。有機電子論的にはカルボニルは 電子の立ち上がりの寄与があるため C がデルタ、O がデルタマイナスであると考えられる。それに対して有機金属試薬が攻撃するとアルキルカルボアニオンダネが死へ金属価値音種が O に付加する。ありがとうございます。